皆さんこんにちは、さやぐさ心です。だいぶお久しぶりの動画出演になりますが、今はもう8月の末ですね。はい。で今回はですね、まあ、皆さんに、まあ、私が今最近どんな感じに生活をしてるかっていうことと、もう一つイベントのお知らせがありますので、その2点をお話ししていきたいと思います。お願いします。で私がもう妊娠しましたっていう動画を上げたのが多分3ヶ月ぐらい前かな、多分それぐらい前だと思うんですけれども、たくさんのお祝いコメントいただきありがとうございました。私もなんか当初初めてのことで、なんだろうな、まあ大変でしたね。もうちょっと思ってたよりもマタニティライフっていうものが大変すぎて、つわりがない人とかあんまりこう何もないタイプの人もいるとは聞いてたんですけど、思いのほか運動してるから大丈夫とかいろいろあったんですけど、運動してたけどつわりはすごいひどくて腰はめちゃくちゃ痛いしみたいな。でまあ結構その安定期入ってからも、まあ、湿疹が出たりとか、そのまあ妊娠すると皮膚が弱くなるとかもあったりして、結構トラブルが多かったマタニティライフかなと、まあ、まだ終わってないんですけどね、はい、思ってます。で今もう9ヶ月、ま、終わりの方なんで、まあ、来週再来週あたり臨月に入ります。でもうかなりいつ生まれても大丈夫ですよっていう感じの状態までは来てますので、健康に育っております。私も元気です。はい。あとなんか名前決めたんですかみたいなのとかあるんで、ちょっと答えたいと思いますが、名前は決めてませんなんかたくさん考えたんですけど、いまいちピンとこなくて、周りも結構そのゴルフ的なものを入れるのかとか、季節的なものを入れた方がいいんじゃないかとか、まあ画数とかもどうでもいいでしょうっていうような意見があったりとか、いや絶対見た方がいいよとか、結構こんがらがっちゃって、今んとこまだ候補は5つめっちゃあるんですよね。もっとあるかな、10個ぐらい多分あるんですけど、これにしますみたいなのはまだないです。はい。決まったらねまた報告できる範囲で報告したいなと思ってます。あとは、まあ、産後どういう風にするのかみたいな、皆さん思ってると思うんですが、産後はなんか聞いたところによると、まあ、1ヶ月はまず絶対無理だと。1ヶ月は私も知らなかったんですけど、まあ、動いちゃダメらしいです。ほとんど後々こう大変になるみたいで、なんで1ヶ月は本当にもうおとなしく家で、多分おとなしく家でっていうか、もう多分大変すぎてまたふたしてると思うんですけれども、まあ家で、まあ、生まれてくる子供とどうやってお母さんに、私も初めてなんでお母さんになる練習しながら過ごしたいなと思ってますが、まあ、その後ですね、まあ、1ヶ月ぐらい経ったら検診があって、まあもう体も大丈夫ですよと、病院からの OK が出たらトレーニング再開して、骨盤がまずとんでもないことになるらしいんで、骨盤をうまくこう筋力つけたりとか締めて元の位置とか大きさに戻してから練習ですかね。まずだから多分体戻すことを1ヶ月半月ぐらいはやって、固まってきたらレッスン開始して、いやすぐラウンド行かないとこうと思ってます。ちょっとレッスンしてどんなもんやらっていうのを感覚的にやって、でそっからまあ年内ラウンド行けたらなと思ってるぐらいですかね。はい。産後はそんな予定で今計画しております。はい。で以上が私の近況報告と、まあ今こんな感じですっていう、元気ですよっていう報告になります。はい。で今回イベントのお知らせなんですけれども、去年も同じ時期ですね、多分ゼクシオ×メンズクラブカップ行われました。今年もそのメンズクラブのゴルフコンペが開催されます。でリンゴルフが応援に行きます。ってことで日程はですね、11月6日水曜日で、場所は東京の名門ゴルフ場桜ヶ丘カントリークラブになります。ここはね、私も一回行ってるんですけど、もうティーショットで街が、もうその、あそこ多分どこの街なんだろう、わかんないんですけど、
その街がもう都会がすごい見えて、都会の真ん中にあるゴルフ場みたいな感じです。で割とアップダウンも結構しっかりありますし、戦略性もあります。結構あの名門なので、メンバーもしくはメンバー同伴でないと回ることはできないコースになってますんで、今回はすごいあの回りたい方はチャンスじゃないかなと思ってます。で主催がハーストの婦人画報社、特別協賛が株式会社ダンロップスポーツマーケティングで、協賛が株式会社ビームスになります。で今回募集人数が60人で、去年は多分その申し込みとかどんな形でもいいですよみたいな感じだったと思うんですけど、今年は男性女性を問わない30ペアだから、申し込みの時はペアで皆さん申し込んでください。でも別に男性同士でも女性同士でも男女でもいいので、ペアで申し込んでくださいとのことです。はい。で参加人数が多い場合は当選者を選定して、当選者の皆さんに入金方法をご案内しますとのことです。で今回参加賞がですね、とっても豪華になっております。ここにもあるんですけれども、じゃじゃん、ビームスゴルフからこのトートバッグ、この生地がねすごくね防水がしっかりしてるトートバッグを皆様に非売品です。お店では手に入りません。こちらを参加賞としてお配りいたします。いいですね、何でも入りそうな大きい感じになってますね。まあ私だったらゴルフシューズを入れるかなって感じですかね。ゴルフシューズがすごくあの中も汚れても洗えるような素材になってるんで、すごくゴルフシューズとか入れるのおすすめかなと思います。はい。でビームスといえば、まあ、今話題の渋野日向子プロがあのウェア着てて、なんかもう最近問い合わせが多すぎて商品がなかなか手に入らないらしいので、ぜひビームスのお店なんかもね皆さん行ってみてほしいなと思います。でその他コンペの景品、かなりあの上位から下位の方まで多数用意してありました。参加された方には必ず何かが当たるのではないかなっていうぐらいたくさんありました。はい。でそして初心者でも楽しめるコンペとなっております。ゼクシオユーザーでなくても参加は可能になってます。で応募締め切りは9月30日をあと1ヶ月となっておりますので、どしどし皆さんご応募ください。で当日はリンゴルフからも、女の子かな誰かな分かんないけど1名参加しますので、その様子も YouTube に撮影してアップしたいと思ってますので、皆さんもどしどし応募して名門ゴルフ場桜ヶ丘でいいスコア出しに来てもらえたらなと思います。以上私からの2つ、最近の妊娠どうですかと、イベントこんなイベントありますよっていうお知らせでした。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。